那覇バス有川か平は、日本の現代美術作家である。福岡県北九州市生まれ、小学校から高校一年生まで、大阪府大阪市平野区で育つ。高校時代に、阪神大震災をきっかけに、沖縄県に移住する。沖縄県立那覇西高等学校時代は、野球部に所属、首相で、エースで4番だった。絵を描き始めたきっかけは、 沖縄国際大学法学部卒業後、自身の人生を大きく好転させるために、今までの人生の中で最も苦手であった分野に挑戦しそれをものにするくらいの劇的な変化を起こす必要があると考え、それが絵を描くことだった。茶谷町の三浜タウンリゾートアメリカンビレッジの路上で道売りからスタートした。名前の後ろに、がついているのは、 沖縄国際大学在学時に英文学部の友人からもらった手紙に公平へと書かれていたことに由来する。那覇市で2006年7月1日に運行開始された那覇バス新都心循環線専用車両のデザインを手掛けた。三台ありそれぞれが異なるデザインとなっている。同2006年アサヒビールと、 久米選手像が共同開発した琉球泡盛島思いのネーミングとラベルデザインを担当。2007年沖縄のオムニバス映画琉球カウボーイよろしくございます。ないのハッピーピッツァにピザ屋の店員役で出演。同作の大事と映画内に作品を提供した。2008年結婚。妻は元北海道放送アナウンサーの村田美咲。 2009年7月に発表された FM 沖縄の公式キャラクター、リズムくんとメロディちゃんも手掛けた。2009年、スタジオ沖縄県から山梨県山中小村に移転。2013年、ー、e、テレのお母さんと一緒の5月の歌、チュルチュルチュルルンにキャラクターデザインと、歌のお兄さん、お姉さんの衣装デザインを提供。独学でアーティスト活動を続けてきたが、 海外の活動が増えるにつれ美術史すら十分に知らずに自分の作品を展示することはその国の美術史に対する敬意に欠けると考えるようになり2014年に京都芸術大学に編入学2017年に卒業した卒業直後の2017年夏に同大学の真夏の芸術祭アートコンペティションで大賞を受賞した2016年 2017年とフランス領のカリブ海の島グアドループで開催されたプールアートフェアに代表作ウェーバリングフラワーズで公式招待され出展した2019年1月より沖縄県薬剤師会のお薬手帳と電子お薬手帳のデザインを手掛けている2019年6月茨城県つくば市に常設ギャラリーマスットエスベストギャラリーをオープンし 制作スタジオも同市に移転。それまでのスタジオ名であったアトリエハッピークローバー528からマスット、エスベストスタジオに名称を変更した。現在は、茨城県筑波市在住。2020年から、同ギャラリー型作家も取り扱うようになり、ギャラリーの正式名称は、MBG アーツ筑波となった。編集者で、アートプロデューサーの後藤茂雄氏の著書。 アート戦略、コンテンポラリーアートトラの巻に感銘を受け同書に、挟まれていたリーフレットにて、京都芸術大学大学院に、後藤茂雄氏のラボが設置されていることを知り、2020年4月から、同ラボに在籍している。すべての作品は、ウェルビーイングが共通するテーマであり、オールフォーハッピーを、ザウの名としている。那覇新都心循環100円バス運行へ、 那覇バス琉球新報2006年6月15日現在は那覇新都心発着の牧師新都心線に転用されているアーティストストーリー MBG アーツつくば2020年6月2日閲覧ありがとうございます